ね、待って、るいちゃんのさ、ゴミ箱壊れてないか？何ですか、ゴミ箱って。え、あの、今さ、エンダーマントラップ来てんだけどさ、はい、エンダーパールが排出されるようなやつ作ってくれてたじゃん。はい。なんか出ていかない。もしや、白髪の剣が詰まってる？白髪の剣が詰まってる？そこで白髪剣なくしたんだよ、白髪騒動。なんか手元からいつの間にか剣がなくなってて。剣がもしなくなってたとしたら、絶対排出されてるはずだから、それが原因では、ないかもしれないけれども違うのか、これなんで排出されないんだろう。白髪ソードがもしかしたら生きている可能性がちょっと、あ、でも生きてる可能性ある、ある生きてるかな、なんだかで詰まってる可能性が、うん、うん、なんか一生土が出てきてるぞ。え、なんかあのるいちゃんのねゴミ箱からね土ブロックが一生出てきてる。うう、土がね今僕の体の中にどんどん入っていってる。何これ。どういうこと。もう気になってやばい業務。そうだよね。行きたいな早く。そうだよね。ルイちゃんが作ったからね、これね。気になるよね。楽しいからちょっと見てよっかな。こっからフグニャの剣出てくるかな。いや、出てきたらすごい。でも土しかない。楽しいな、これ見てるの。楽しんでるんだったらよかったけど、うん、楽しんでる。だってこれもしかしたらフグニャの剣がピュッて出てくるかもしんないんだよ。そう、出てくるかもしんない。出てきてほしい。あ、お、お、エンダーパールが出てきてるということは壊れてない。治った治った。あ、じゃあソードもあるんじゃないですか。いや、ソードはなかった。一回止まって、一回止めて、看板に剣ない。これはね、泥剣貸し出しソードだから、そう、違うんだよ。フグニャの剣ではないね。違う、フグニャの剣ないな、ちゃったね。なんでなっちゃったのね。そんな狭いとこでどこ行っちゃったんだよ。まあ、剣がなかったらね、もう元々のやつよりもっと強いの作ってあげるからね。うん、かわいい。ありがたい。フグニャは僕の妹にする。妹に任命されてる。妹になってしまった。いや、もう妹欲しい。フグニャ欲しい。ゆうちゃん、フグニャ欲しい。ちょっとジブリとかにいそうな感じのキャラクターが出てきちゃったな。ジブリ、僕妹欲しい。フグニャ欲しい。フグニャももしかしたらね、お姉ちゃんかもしれないからね。かもしれない。フグニャ妹だよ、絶対。ドキドキの瞬間。ドキドキの瞬間。ないっすね。ないかなかった。フグニャに剣作ってあげるから。白髪ソードはどういうソードだったの？白髪ソードはいろいろエンチャつけまくってたんだよ。エンチャつけまくってたの？そう、修繕もついてたんだよ。ないな。よし、僕が髪引きしてあげるからちょっと待ってなさい。髪引き。よし。あ、待って、まだあるかもしれない。ちょっと待って。何？まだ？まだあるの？まだチャンスが？まだチャンスあるかも。何チャンスあるんですか？ね、何層に分かれているんだ一体このゴミ箱は。ドキドキの瞬間です。え、ここだけはね動いてないから、これ手作業だから、ここが止まったらもうおしまいだ。ここがストップするまではまだ確定演出入ってる。これ取っちゃった方がいいわけではない。あの、取ってもいいんですけど、一個ずつしか流れてこないんで。流れ止まった？あ、止まった。あ、ない。残念。極に消えちゃったんだ。吹雪はね、おかゆに作ってもらいな。あ、作ってあげる。俺の妹ソード作ってあげる。妹になることが上手。俺の妹ソードってなんだ。妹がソードになってんじゃないか。確かに妹ソード。俺妹ソード行きます。俺芋はアニメ好きだけども、俺芋ソードは好きになれるかな。好きになれるフグニャなら、俺の妹になるフグニャなら好きになれるはずだ。何がいいかな。妹。え、なんかいい案あります？え、白髪ソードじゃダメなんですか？ダメダメ。俺芋ソードでいいんじゃないですか？俺ねえ、なんかもうどうでもいいみたいなさ。ちゃんと考えて、ちゃんと。ぶっちゃけどうでもいいからな。どうでもいい。ウーキー先輩のソードは大切だけど、ちょっと俺の妹はどうでもいいからな。うーんって言ってる。いやいや、大事だよ。大事大事。これだな。何になったんだ。決まった。何になったんだ。決まった。決まったな。
決まりました。なんだんだ、どんな名前なんだ。ネザライトもつけてくれてすごい。前の剣より強いのは確か。ね、文句言えないね、ふにゃ。文句言えないね。そりゃ文句言えない、ね、文句言えない。貴重なネザライトまで使ってるんだ。ふにゃ。剣できたぞ。できた。何なんだろう。何ソードなのか、何ソードなんだ。フブニャ、この剣を手に入れたらその名前を呼んでくれるかい。おもちろん、もちろん呼んでくれるかい。くれるかい。可愛く言ってね、可愛く。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。フブニャ、はい、これを。あ、そう、立派な剣だ。なにこれ。フブニャ、あれ、え、あ、じゃあ読み上げますね。はい、お願いします、はい。かわいい妹の握るハートソード。ハートはハートって言っちゃダメでしょ。あ、やだだ。え、あ、かわいい、あ、かわいい妹の握り、かわいい妹の握り、お兄ちゃんだな、握るソード。あー、どういうこと。待って、妹できた。妹できたね。妹できた。できてないだろ。可愛い妹が握るソードか。うむうむ、ありがとうございます。うむうむ、よかった、喜んでもらえて。握っとこじゃ。握っとこ。握ったことによってすごいなんかパリピー感が、そう、テンションが、テンションが上げ上げでござる。握るとテンションが上がるんですか。あげあげ、うん、上がるさね、そりゃ。フブニャのちっちゃい手がね。ちっちゃい手がロリだと思っている。妹だからね、だって。妹イコールロリ。そうだよ、永遠の子供だと思っているやつだ。フブニャのちっちゃい手がね、僕の作った剣をにぎにぎしてるわけですから。気持ち悪いな、なんか。ちょっと、しかもフブニャ、その剣はね、燃えないんだよ。あ、そうなんだ。え、じゃあうっかり落としても大丈夫ってこと。そう、フブニャだけ燃える。え、どういうこと？え、どういうこと？なんかね、ネザライトの素材は燃えないんだよ。あ、ほぶきちゃんはネザライトじゃないから。あ、じゃあ溶岩に落としても大丈夫な剣ってことですか？そういうことです。あ、なるほど、落としてみます。落としてみますじゃないよ。どういう提案なんだ一体。お兄ちゃん頑張って作ったんだよ。みおちゃんもね、妹になりたくなったら剣作ってあげるからね。はい、ありがとうございます。、うん、そういう感じだったんだ。そうだよ、みおちゃんもね、作ってあげるからね、はい、いつでも。え、ドロケン全員妹化計画みたいなのしてますか。社長は。そうだね、結構ありかもしんないな。ありなんだ。ありなんだ。なんだその会社。君も例外じゃないよ。そうなんですか、私もなんですか。え、ちょっと妹になりたい感出してたんじゃないの、アルイちゃん今。いや、なんかまんざらでもなさそうな感じですよ。確かに。うん、え、私でもいいんですかみたいな感じでしたね。いや、いいですか、私がなっちゃっても。でも私がいなきゃ何でも何もできないんだからみたいなの、ちょっといいな。あー、いい。ちょっとそういう妹ね。そう、うわー、るいちゃん絶対そういう妹だわ。まあ、そうでしたね。あ、そうなの。そうなんだ、兄ちゃん。そうなんですよ、うちのお兄ちゃんね、ちょっと厄介なんで。厄介。厄介。え、もしかしてさ、るいちゃんのお兄ちゃんって僕に似てる？厄介、厄介さは似てるかもしれない。厄介さは似てるんだ。結構シスコンでしたね。あー、そうなんだ。いいお兄ちゃんじゃん。いいなー。まあ、ふぶきんや俺がいるやないか。確かに。何がいいよ。あ、確かに。ごめんね、ごめんね。そうでしょ。ごめんね。